世界で一番うまいんじゃないかなとぐらい思いました。<laughs> 今日終わってしまってもいいぐらい嬉しい。<laughs> 高橋さんは初めてご一緒しましたけど、まあ、僕何度も言うんですけど、あの下を巻くほどうまいんですよ。まう、あ、まいうまいってどういうことってよく言われるんですけど、うまいにつきますね。あの長台詞がどうだっていうのもあったんですけど、あの長くても短くても。 セリ何かこうこっちの頭に何かをこう歓喜させるだから確かに長いセリフあるんですけど長いか短いか関係なく聞いてるとなんか光景が浮かんでくるんですよねただ話してるだけなのに時には映ってもいなかったりするのにえー 観客の心をこう誘導する力があるうーん。うまいなあと。思いました、えー。多分世界で一番うまいんじゃないかなとぐらい思いました。はい。いや、もう僕は思い残すことないんじゃないですかね。こんな風に言っていただけて <laughs> はい。今日で。なんとかね。こう。今日終わってしまってもいいぐらい嬉しい。<laughs> 言葉ですねあのスパイの妻初日を迎えましたし、まあ、2日目ですけれどあの本当にあの幸福な時間というか映画的な時間というものを過ごさせていただいた上にこんなことを言っていただいて僕、どこかで今黒沢さんが僕のことを言ってくれている間ありがとうございましたと言って切っちゃおうかなと思うぐらいちょっと気恥ずかしくもありとても嬉しくもありでした。はい